どうも勇者です。はい、我慢しきれず行ってしまいました。アレクサンダーです。魔石6聖魔石ですね。はい、装備が、もうある程度揃っているのと、一つね重大なことをちょっと聞きまして、なんとこいつ、まあ、まだ挑戦されてない方もおられると思うのでちょっとネタバレなんですけど、まとい剥がしを一度しかやってきません。はい、ということが分かったんです。ということで他の魔石記録に比べて重式まといの重要性はかなり低いですね、まあ、なのでいけたという感じなんですけど、まあ、プラスまあ装備もすごい整ってるから、まあ、ちょっとどんな感じで戦ったのかっていうのをこうリアルタイム喋りながらいきたいと思います。はい、まあ闇パーティー大活躍、闇物理大活躍なんですけど、結構セフィロスがもう突出して強いです。えぐいです。セフィロスのシンクロとか持ってる方やったらもう瞬殺なんじゃないでしょうか、まあ、笑けます。これ笑えるぐらいのレベルです。ちなみにベインを今回使っていて、ベインだけ体力が少ないので死ぬのを回避するためにここドレッドウェポン使います。ちょっとやばい場面でドレッドウェポンを使っていくためにわざと持たせてます。基本は弱体させたいのでドレッドウェポン使いたくないんですけど、しょうがなく使う場面がここね、体力少なすぎてねダメなんですよ、死んじゃうんで。オッケー、行きましょう。さあ大チェインね、大チェイン揃ってて覚醒もいっぱいあって、闇覚醒ね、闇物理覚醒実はまだ持ってて、もう余ってるぐらいです。正直闇だけやったらある。闇を狙ってるわけじゃないんやけどな、闇セシルは狙ってるけど、闇のガチャはそれほど引いてないような気がするんですけど、まあでもあれか、闇セシ狙った段階で1回引いたやつがあるのかな。この時のね成果というか、ついでに闇の他のものをゲットしちゃった。ナイス。いやまあまあ闇セシももちろんめちゃくちゃ使えるんですけど、今回それよりも何よりもセフィロスがえげつないです。本当にえげつないという言葉がぴったり合うわ。とりあえずパッサルで、うららはパッサルでいきたいと思います。最後までほぼもうパッサル一択で回復をサポートします。そしてあとはここで闇セシがタイタンを投入しますね。一応これも闇セシはまあ序盤はそこまで耐えておいてもらえばいいので、とりあえずこんな感じで戦います。セミロス技使いますけど1回待って即時で打てるように、ここでまたゲージが溜まるんですけどね、がっつり溜まるんですけど、ちょっと待って、パッサルで OK。ギミックがめんどくさいんですよね、こいつ。あ、ミスりました。ギミックがめっちゃめんどくさいんで、それをなんとかしないとダメで、この辺りでタイタンが動いてくれるはず。2回分限界突破ダメージを与えないといけないので、ちょっと今ミスりましたけど、まあ大丈夫だと思います。これで待機なしがばらまけるんですよ。しかもブレイブ、ベインのこの必殺技は結構ポイントになる。そしてこれがセフィロスの闇まといなんですけど、なんと闇まとい重式をまとえるという、非常にありがたい。本当に優遇されてますよね。クラウドがすごい風として優遇されてますけど、
それと同じぐらいというかそれ以上と言っていいぐらいセフィロス優遇されてる感じあります。常闇必殺技をいろいろとぶち込んでいく。そしてセフィロスはもう覚醒に入りたいと思います。タン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 、ゴミやないか。はい、一応踏みとど入れてここで覚醒を入れたいです。はい、イービルプレス、はい、OK。これで一応2回分入ったって形になると思うので3万以上の闇ダメージ、それをやっとかないとね。2回入れるのがちょうどいいんですよ。ちなみにいい難しいんです、そんな調整が。スティグマ覚醒ですね。めっちゃ強い。もうこの入りの覚醒の入りでもずっとカンストしてるから、まあチェインがね、大チェインが入ってるっていうのもあるんですけど、強いわ。フロース踊る、フロース2回踊らない、これも強いですよね。普通にカンスト、そしてさらに斬新、限界突破の限界突破。チェインを更新します。ペインが危ない。 70% 下回ると1回目の審査、審判が来ますので、そこまでにある程度 HP 置いとかないといけないので、オドルが2回来たら完璧なんですけど来ない、まあ、来ないことを想定して今ベインで回復。あー行ってしまった、まずいな。ベインの踏みとどを使ってしまうかも、ギリだと思います。耐えろ、耐えた、 OKOK。 この罪状なしになればね、許してもらえますから、これで OK です。ちょっと回復して、ナイス、ちょっと回復して、はいはいはい、 OK。 いやこれ厳しいのよ。もう一度フロース踊る。さあここからカチカチになりますから、一気に畳みかけていきたいです。硬いね。そしてペインレベルが6にならないように気をつけると、6になった瞬間即終わります。踏みとど使ってないからちょっと余裕があるな。なんか2回発動を使ってるんで、2回発動の運次第でそこだけちょっとね、めんどくさくて、ペインレベルじゃないわ、3万以上のダメージとかが中途半端にしか入らず苦しい時がたまにあります。しまった、闇セシマトイがやらかした。まとい剥がされるの忘れてました。ペインレベルを移動したいと思います。ガブラスに、いいね。標識は解除されます、されてまたやられるけど、またこれで積み上げる。 OK、現状まだ一発も入ってない状態なので、これでベインの
これでもう一発入る感じ、入れる感じですね。パッサル、はい、ナイス。下げて闇摂氏が覚醒、強いんですよ。ダメージもさることながら泡をすごくキープできるんですよね。それがめっちゃ強くて、3枚いった。 OK で 40% ギリのところへんに持っていきたいので、クローソードもうやっとこ、線いっときます。今3万2発入れたと思うので、ちょっとちゃんと見てなかったですけど、多分2発入ってるんで、この状態で押し切りたい。40% 以下まで持っていきたいんですよね。絶妙やな、いけるかな。ナイス、繊維を稼いでいただいて、繊維数をがっつり稼いでいただいて、えいえい、ダメージすごい。あともう少しなんですけどね。419、やばいぞ。絶妙にダメージが出ない。硬いんですよね今。弱体化させないと。もう一発。これで OK。これでまた審判のダメージがきます。ジャッジメント、 OK。 ここ踏みとど使わず耐えて、すごい回復量。あとは4をね、変異レベルが6にならないようにさえ耐えれば基本大丈夫。回復は間に合ってくれるはずです。弱体していこう。ちょっと弱体がねいってなかったっすから、ダメージが出ない。これで確実に弱体入れられるので、これが危ない、結構これが危ない。よーし、はい、いいダメージ出てます。早く、うらら早く、いやほー、やばい、泡キープ状態、うらら早く、よし、あとは一回ベインに移すか闇摂氏に移すかですけど、ベインに移そうかな。闇摂氏に移すか、どうしよう、悩む。まだもう一回分は耐えれますからね。スマッシュシルバーを一回入れます。一気に弱体が加速する。さあここで削り切りたいと思います。このうちの高火力パーティーが火を吹く。
どうですか、どうですか、おら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 、気持ちいい、イビルソード、どうですかこの火力、素晴らしい火力です。スマッシュズルバで、さあさあさあ単体攻撃やらないとまずいよ。もう今ウララが4なんで、これ本当はもう闇刺してトトメ刺した方がいいかもわからないですけどね、いけそうですけど 6.4% 一応ファブラガーディアンいらないですけど、ベインにとりあえず、これがねロックになるのが一番悲しいので、よし、これで大丈夫でしょう。あっちに移りましたね。食らいやがれ、オッケー、はい、まあ危なげなくっていう感じじゃないでしょうか。一応踏みとどーも使ってないですよね今回。はい、まあかなり余裕があります。正直あのプレイしてるのはこうビクビクしながらやってますけど、まあ正直かなり余裕があります。もうなんかリヴァイアさんとかに比べたらもう全然気抜いてても倒せるって感じ。はい、ラムーとかね、それこそちょっともうまとい剥がしがいつ来るとかそういうのをあまり気にせずとも、まあ今ぐらいの感じで、まあポイントとしてはその3万以上のダメージを2回ずつ与えて、あの審判の時に大きいダメージを食らわない、もしくはゲームオーバーにならないようにだけするっていうのと、まあ、あのペインレベル6にならないようにちょっと割り振るっていう、まあギミックの部分だけですね。ギミックの部分だけをちゃんと理解してれば、火力はこれだけあればもう十分っていうか、もうセフィロス の, あのもらえる装備だけでもかなり削ってくれるんで、まあ簡単にクリアしようと思ったらセフィロスはこのパーティー、闇パーティーは必須かなって感じはします。はい、ということでこんな感じでクリアしましたというご報告です。見ていただいてありがとうございました。